はい、皆さんこんにちは。ナクラウド TV のオーフェンです。帯広から釧路へやってきました。まずはお昼ご飯を食べに行きます。フィッシャーマンズワーフまで850メートルということなので歩いてみましょうか。釧路駅からフィッシャーマンズワーフまでは歩いて約15分。フィッシャーマンズワーフ内にあるお店でお刺身定食をいただきます。お刺身とたくあん、松前漬け、煮魚、それにご飯とお味噌汁がついていました。ということで、この港の屋台っていうところでランチ営業されてるお店は限られてるんですけど、今ロバタの静川さんというところに行ってきました。あのお刺身定食ね、なんと1100円なんですよ。で、お刺身もとても美味しくて、もうね、お店のお父さんがね、めちゃくちゃいい人でね、よくしていただいて本当にありがとうございました。皆さんもぜひ機会があったら行ってみてください。はい、釧路湿原展望台にやってきました。釧路駅からバスで 4,50 分ぐらいかな。バスの運賃は片道690円でした。とりあえずこの展望台湿原見に行きましょうかね。で、その後でこの遊歩道に行こうと思います。せっかく来たということで展望台に来ました。展望台に入るには480円必要となります。で、見てくださいよ、これ一望できますよ。はい、それじゃあ展望台をちらっと見てきたので、今から遊歩道を少し歩きに行こうと思います。羽ばたき広場っていうところまで行けるかな。片道12分、往復24分。うん、バスがね15時16分で、今が10時33分。まあ行けるでしょう。はあ、そうなんなんや。湿原の中はね、涼しいです。なんか涼しい、気持ちいい。すごいね、なんか立派に植物育ってますよ。もう一つ一つがなんていう植物かは分かんないですよ。あ、でもこれ見たことある、シダっていうやつでしょ。羽ばたき広場ってとこやっと到着。あそこでちょっと記念撮影したらバスの時間もあるし、何より自分が疲れてきたんで折り返します。ちょっと休憩しよう。はい、ということで最初の休憩所来ました。羽ばたき広場到着しました。じゃあ、こんな感じでございます。夏なのもあってね、緑がね、うっそうと茂ってるという感じでございますが、じゃあちょっと休憩したし、まあせっかく来たしもうちょい先進んでみましょうか。バスが来るまで時間があるので、もう少しだけ進んでみることに。アオサギ広場、アオサギおるの。よし、だいぶ進んだんですけど、随分といいお時間になってきたので、バス停の方に折り返します。
ただこれね、前後に人がいいんくなったら怖い。静かにしてたらめっちゃ木の音のパシパシとか、なんか虫が飛ぶ音とか、なんかいろいろ音が聞こえてきて怖い怖い。クマとか出てきたら終わりですからね。一発で死にますよ、こんなんね。出てきたらどうしようってシミュレーションしてもね、いや相手との体格差考えてね、勝てるわけないですもん。服部さんの声かわいいな。よし、無事に入り口まで帰ってこれたぞ。バスまであと6分、行けるでしょう。うわ、戻ってきたらめっちゃ霧出てる。いや、早く切り上げて帰ってきてよかった。いくら遊歩道あるって言っても、あんなとこで霧が出てどこかわからへんくなった。大変なこと。よし、帰りましょう。あ、すごいな、何この霧。はい、ということで無事にですね、釧路湿原から帰ってまいりました。時刻はただいま15時58分でございます。それではホテルがこの近くなのでチェックインしに行こうと思います。今日から2泊はゲストハウスに宿泊します。いや、ゲストハウスも久しぶりですね。向こうにお昼ご飯食べたフィッシャーマンズワーフのムーがあって、でその近くにある今日こちらのゲストハウスプルーフポイントさんに今日から2泊お世話になります。と今回はドミトリー泊なので自分のスペースでの動画だけ撮りますね。では今回2泊するスペースはこんな感じ。ベッドがあって布団と枕シーツが用意されています。2段ベッドではないので着替えをするのも楽でした。ハンガーは1つあります。壁際には小さい鏡とタオル掛けが設置されています。シーツの敷き方やゲストハウスのルールが貼られた紙に電気のスイッチ、枕元にはコンセントがあります。ということでゲストハウスチェックインしてきました。でこれからね、まあ、とりあえずお腹も空いてきたんですけど、まずはね結構汗だくなんで、近くのホテルに日帰り温泉できるところがあるのでちょっとそこにお邪魔しようと思います。温泉行ってきます。いや、昼間暑かったですけどね、夜はね涼しくて快適ですね。日が暮れたら一気に涼しい。あ、やっと涼しい、嬉しい。釧路ね、昼間着いた時涼しいって思ったんですけど、帯広から来たから。あ、でもやっぱりね、動いてる間めちゃくちゃ暑かったんで、いや涼しくなってよかった。あ、快適。よし、じゃあ温泉へ行きましょう。温泉に入って夕食タイム。今回は視聴者さんに教えていただいた泉屋さんに来てみました。10分ほどの待ち時間で無事に入店。お風呂上がりの一杯ということで、北海道といえばやっぱり札幌です。乾杯。湯上がりの一杯はたまりませんね。そして本日の主役、スパカツの登場です。スパゲティの上にとんかつが乗っていて、デミグラスソースがたっぷりとかけられています。今夜は視聴者さんに教えていただきました、泉屋さんに行って名物のスパカツをいただいてきました。めっちゃお腹空いたっていう状態で行ったんですけど、それでも上のカツは食べ終わったんですけど、下のスパゲティの部分がですね、食べても食べても食べ終わらないっていう感じで、ボリューミーでとても美味しいお店を教えていただきありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。